アマゾンが中国人の闇市と化すという全取引の 50%、全取引の 50% 中国のサードパーティー小売業者からが占め、偽物やコピー商品も横行、社会問題に、なんかすごいですね。で、このトレンドにも出てますね。全員なんとかっていうね、全員なんとかってね、もう中国の話ばっかりですね。はい、ということで、アマゾンが中国人の闇市と化すとね、他にももう何でも、この間島をね、島を買われちゃったんですよね。はい、どうもすいません。はい、失礼します。